はい、またね、くら寿司の方にやってまいりました。なんでかというと、じゃじゃん。はい、また、あれ、こっちか。はい、なんとですね、また鬼滅の刃フェアが始まりました。なんかこの前やったばっかだったはずだったんですけど、もう再開。だってあれですよ、鬼滅の後に、確か仮面ライダーフェアだったんですけど、その仮面ライダーフェア終わったらすぐまた鬼滅の刃キャンペーンということでね。はい、なんでちょっと今日が初日ということなんで、また突撃していきたいと思います。はい、ではですね、そして今回はですね、またコラボメニューもあるってことなんで、またちょっといろいろですね、頼んでいきたいなと思います。いやー、楽しみですね。はい、アプリでもやっぱり注文できますね。そして、この炭治郎とねずこのドリンクは対象商品ということで、いいですね。あ、しかもこのカニ茶碗蒸しと、あ、しかも今回結構優しい、ちょうど550円のものがありますね、たくさん。これは嬉しいです。じゃあとりあえず炭治郎ドリンク注文、そして茶碗蒸し注文。んで煉獄さん、シャリハーフ注文。はい、というわけでコラボメニューをたくさん注文してみました。では待っておきましょう。はい、ですね、最初に注文したメニューが来ました。煉獄さんの炎の炙りサーモンですね。すごいですね、これ。あれ、でもなんか絵柄であるなんかソースみたいなのかかってないですけど、煉獄さんのこのシートがついております。そしてこちらが、乳酸菌飲料。あと乳酸菌飲料大事ですね、お腹の調子私結構悪いんで。そして炭治郎のシール、これシールついてるんですね。本当はなんかここに貼ってるんじゃないですか。せっかくだから貼ろうかなね。はい、そしてこれが時の茶碗蒸しです。じゃあ早速いただきましょう。やっぱチーズ好きの私にとってはたまんないですね。次はですね、炭治郎のドリンクを飲んでいきたいと思います。これはあれか、混ぜるんですね。ほら、なんか下に緑があるんだけど、なかなか落ちて、なかなか上がってこない。なんかやっと緑になってきた。まだなんか下にある緑が、メロンの元が下に固まってる。これです。うん、なんかお腹が健康になりそうな感じですね。はい、じゃあ茶碗蒸しもいただきます。うん、中もカニが入ってる。うん、美味しいです。
ちらはですね、牛すじ軍艦、牛すじの軍艦というのがあるんですね。うん、めっちゃコリコリしてますね。はい、こちらがですね、フェアで、今カニフェアなんでね、このズワイガニの三種盛り、そしてこちらカニクリームコロッケです。私が大好きな。では行きましょう、このカニ三種盛り。まずは、うん、むき身ですね。うまい。じゃあちょっとカニクリームコロッケを。おお、コロッケのクリーム感がすごい。インサートをちょっといただきます。美味しいですよ。うん、美味しい。しっかりとした身をもらいましょう。うん、うまい。嬉しいですね。最高。では最初のスマホでビックラポンを押してみましょう。いけ、当たるか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 、当たった。はい、これがね、ここでなるんですよね。ちょっと遅れちゃった。お、なんかすごい、なんかいつものやつじゃない、中は見えなくなってる。いいですね。はい、中身はこの善逸のセンスのラバーストラップですか。はい、ラバーアクセサリーですね。はい、善逸です。これ何、黄色だからもうそれでわかるみたいな。では続いて普通にビックラポンをしてみましょう。やばい、なんだこれ。え、すごい、ビックラポンが鬼滅です。雷の呼吸、レキレキ一戦。何、ハズレです。な、いやでもすごい、鬼滅の刃仕様になっています。じゃあまたですね、このスマホで注文をしてみましょうか。うん、なんかすごいね、ちょうど550円のがなんか多くない？優しい、優しい感じですね。なんか全然デザートに鬼滅っぽいのはないんだよな。あんまりデザートを食べるあれですね、メリットがないね。じゃあねずこと、ねずこ注文するでしょ。で、あとちょっと330円のやつを、あーでもせっかくだから、うん、そうだな、うん、もうちょっと後でいいか、もうちょっと後でいいや。はい、なんかエビめっちゃ早いですね。エビが一番最後に注文したの。あ、もう来た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 。カニカマ、でかい、でかいぞカニカマ、でかいぞ、めちゃくちゃでかいぞカニカマ、本当に特大だ。そしてねずこのドリンクも来ました。これは何、もう混ぜてあるの。あ、でもこれもなんかそこにあるね。なんか炭治郎のえらい白かったの。そしてシールもゲットです。イエイエイ。はい、いいですね、素晴らしい。
いただきます。うん、あとはマウンテンが来てくれれば。うまい、うまい。これやばいね、カニカマ、こんなでかいカニカマ見たことない。これって何かければいいの？何もかけなくても美味しいの。こんなボリュームのカニカマ初めてだ。エスコちゃんのドリンクもいただきます。下に赤はないね、やっぱ混ざってる。いただきます。美味しい。乳酸菌いっぱいね取れるんで健康になれそうですね。どういう基準か分かりません。はい、最後来ましたね、これ。エビカニマウンテンとアナゴ一本、アナゴいらんか。エビカニマウンテン、エビカニイクラマウンテンじゃないか。まあでもこのイクラはちょっとイクラではないかな。アナゴは先いただきますね。うまいじゃん。うまいですね、エビカニマウンテン。このエビはね、生エビ？マウンテンもらうぜ。うん、マウンテン崩れた。いやこれ漬けじゃないの？漬けエビなんてあったっけ？初めて食べますよ。うわ崩れる。うん、エビとカニをめちゃくちゃ堪能しましたよ。感激カニフェアなんでね、美味しかったです。じゃあ10皿いったんで、ビクラポン、なんとしてもさっきの全員の確定演出を見るぞ。いけ。お、なんか違う、すごい、何種類もあるんだ。何？エセルちゃん。何？な、またハズレか。よし、まだ、しかし私にはまだ5枚ある。いけ。次誰だ？伊之助か？いけ。やっぱり伊之助だ。よし、空間式企画。嘘だろ。なんでこんな外れ演出ばっかり全部見なきゃいけないんだよ。まあもう、でももう空気力はない。あとはビックラポン、このスマホにかけるのみ。じゃあ最後は、うん、ちょうどだからこれだな。これでちょうど550円あります。これでまたビックラポンができる。はい、じゃあ最後のビックラポン行ってみましょう。まあちょっと2回連続はなかなか当たんないでしょうけど、いっか、やっぱりね。はい、というわけでね、今日はこれでビックラポンは結局5回やったんですけど1回しか当たりませんでした。なあ、うんねえな。はい、じゃあ今日はこう最後にね、この豆乳、なんだっけ、豆乳ドーナツパフェで、締めたいと思います。これなんだ、これアイスですか？これなんか逆にこの
写真よりなんかきな粉とかかかっててボリューミーな感じがします。これドーナツ、これドーナツだね。アイスと一緒に、美味しいね。で、ねずこのドリンクも一緒に。ああ、めっちゃ太りそう。もうね、たまにはいいでしょ。うん。これもねゲットできましたよ。あとはなんか多分善逸と二之助のドリンクがそのうち出るのかな。多分宇髄さんのなんかメニューもそのうち出るらしいんで、またねそれが出たら行きたいなと思っています。ではでは、またね。また来たら、動画にしたいと思いますので、また見てください。ではでは。はい、ごめんなさい。これ、紹介するの忘れてましたね。今回はですね、下敷きがもらえるっていうことで、ちょっと、いつもとは違う感じの柄、忍さんメインのやつをね、忍さん、義勇さん、親方様のやつをね、もらいました。なんか、次はクリアファイル、その次はなんかまた、あ、カレンダー？またどんどんね、商品が変わるんで、皆さんもぜひゲットしてみてください。では、本当にさよなら。